ちょっと、はい、後ろ来てください。ベッド、ま、ベッドの方に、はい、ちょっと、まあ、まあ、暑い、暑いで、暑いで、はい、涼んでるんです。あ、涼んでるんです、はい、さっきバッタついたし、あ、はい、そうですね、ちょっと涼んでるんで、はい、もう行った方がいいですかね。そうですね、これ、時間もったいない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 、だんだんもう僕らの動画タイムトライアルみたいになってきてますからね。そうですよ、はい、いや、あのね、はい、今回は、はい、狭かったら狭いですよ、倒してください、倒してください、目いっぱい倒してください。ここめっちゃ狭かったです、はい、いや、今も狭そうですから、はい、あ、いいっすよ、あ、はい、はい、あのね、はい、まあ、2回ほど、はい、日の見物申すやったんですけど、はいはい、今回思い切って、はい、トラックメーカーに物申してみようかなと。あ、トラック自体トラックメーカーにね、はい、物申してみようと思うんですけど、はい、どうですか、やめておいた方がいいですかね。いや、物申しましょうか。言いますか、はい、いいですか、はい、あのね、僕ら運転手、はい、こう後ろベッドスペースがあってここで寝るんですよ、はい、で、まあサービスエリアとかパーキングについて、はい、日報書いたり、はい、なんじゃかんじゃして、まあ、寝る準備して、はい、で後ろのベッドに来ますよね、はい、で大体その間エンジンかけっぱなんですよ、はいはい、クールダウンというか、はいはい、ね、タオルも良くないし、はいはい、まあ、夜やから電気つけてたりするのもあって、はい、でいざ後ろに来ました、はいはい、エンジン切ろうかなという時に、はい、ちょっと不便じゃないですか、はいはい、ちょっとやってみてください。どういきます、提案やったら。そういきますか。ああ、切らんでいいですよ、実際は。だからハンドルをこう、ここからこう。ああ、僕はその、向こうの裏から。ここから行く。そこから行くんですよ。そのボッツァって長いからでしょ。あ、そうか。僕多分これ絶対動画まで届かないですね。ああ。いや、ほいでこれね、めっちゃ不便でしょ。はい。で、例えばエンジン切ってても、はい、もう春、夏の初め、はい、春の終わりぐらいになったら途中暑くて目覚めてちょっとエンジンかけようかないう時に、はい、ほんだらまたまたまたこうやったり、もう手短い人はこうなったりしますよね。これめっちゃ不便やなって前からずっと思ってたんですよ、はいはい、でね、今ね、もう乗用車って鍵はついてるけど、はい、持ってるだけで、はい、で大体スイッチ、はいはいはい、押すか、はい、ひねるか、はい、でエンジンかかるじゃないですか、はい、もうトラックもそれにしましょうよ。あ、トラックってないですか、まあ、あれまだ。いや、見たことはないですよね。いや、外国製とか知りませんよ。あ、でも昨日の最新で違うんですから、あ、はい、思い切ってこれマイナーチェンジする時にでも、はい、もう昨日だけじゃなくて、はい、日産も日産も三菱もね、はい、まあ、UD も、はい、イスズも、はい、全部、はい、でそのスイッチの位置なんですけど、はい、左、まあ、そこにそうですね、左にあるとか、例えば別に2個ついててもいいじゃないですか、はいはいはい、運転するときは手元のスイッチを使う、はい、で寝るときは、はい、ベッドのこの辺につけるか上につけるか、はい、もしくはね、僕ここでもいいと思うんですよ。あ、こうね、ここやったらもうパッと起きてすぐ手伸ばせるでしょ、はい、伸ばしてみてくださいね、はい、だからあんまり乗り気じゃないですよね。そうです、だって、いいですか、はい、話の、はい、腰折っていいですか。いいですよ、やっぱりエンジンかけるときは、はい、ブレーキを踏んで安全を確認した上でエンジンスタートしましょうっていうだけはもう揺らがないでしょう、多分。あ、そうか。だからこう寝ながらやっぱりエンジンかけて、もし、もしですよ、はい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 、もしこう朝サービスエリアでたまにゴミ拾いしてるおじいちゃんがおって、ゴミ拾おうとしてんのに、はいはい、エンジンかかったら、はい、あのおっちゃん多分運転席乗ってるかなとか見てるんですよ、ね、一応安全確認のためにね、こう危ない周りとか歩くときは、はい、コントラック寝てはるわって思って、はい、前におるときにブワッてかかったらおじいちゃんが、はい、ブワッてなるんでしょ。びっくりしますか、あ、おじいちゃんがね。あ、だから、はい、やっぱりちゃんとこう修理確認して確認して、あ、よしよし言って、はい、エンジンかけたらダメになっちゃいますか。いや、別にエンジンかけるときは周りに人おってもいいですよね、はい、でもこう
まあ、確かにね、あ、何が起こるか分からないんですけど、確かにね、はい、あのブレーキ踏んでエンジンかけなあかんっていうのは確かに基本ではありますけど、大丈夫ですか、僕腰折って持ったからこの動画成り立たなくなりました、成り立たなくなってきましたね、物申してる方が良かったです、そうですね、一緒になって物申し、一緒になって物申して、コメントでバーン叩かれるぐらいがちょうど良かったです、僕最後に、はい、ブレーキ踏む下りは、はい、最後にあ置いとったんですね、ボソッと置いとこうと思ったの、さっき言われてしまったっていう、はいはい、これ収集つかなくなってきてた動画ですけど、はい、まあ要は、はい、まあ、まとめるとまとめてください。まとめると結局あっこにスイッチあるのは、はい、安全のためあれで、ということそうですですね、はい、はい、でだから、まあ、せいぜいエアコンのね、はい、エアコンは後ろにあってもいいかなと思うんですけど、調整ね、たまに昔ね、はい、昔ね、ふそう、ふそうってここにエアコンのありました、ありました、あ、あのここにあるのもありますよ、ありました、ありました、あれね、あります、一遍僕ね、はい、めっちゃ疲れて、もう、こう昼間やったらクーラーマックスで寝るでしょ、はい、で火落ちてきて寒くなるんですよ、でももうエアコンはもうマックスなん、18度で最大で、はいはい、でお尻冷やされ続けて、はいはい、えらいことになったことあるんですよ、どうなったんですか、お尻が冷たいんですよ、とりあえずお尻が、はい、お尻がとりあえず冷たいんですよ、でももう疲れてるから、はいはい、だから寝返りも打たんと、だから人間のお尻これ以上冷やしていいですよっていうキャパを超えてお尻を冷やしたんですよね、冷やして、はい、だからすごいことになったんです、お尻が冷えてね、冷えるっていう、不相のこれ要注意ですよ、お尻の位置にあるからちょうど、昔のクオンってここにありましたよね、確かね、確かね、はいはい、だからエアコンだけは、でも今これもオートやからね、まあ、ある程度車内冷えたら弱るから、まあね、はいはいはい、まあでもそれこそ暑かったらオートせずに一番温度下げて風マックスにする前もありますから、でもまあプロヒアもここにあったらギリお尻冷えるかもしれないですね、うそうですね、こうやってそう角度によったらね、こういけばね、こういけばね、たまになんかこう筒でこうエアコンを後ろに持ってきてる人いますよ、ね、マジですか、ダクトみたいな、ダクトみたいなんでこうやって引いて見てますよ、マジですか、かっこいいですね、かっこいいでしょ、かっこいいかっこいいでしょ、エアコンの話は特にないですね、はい、ないですね、じゃあもう鍵はもうここで、鍵はもう合ってる、まあ多分そのメーカーもやりたいけど、はい、ね、あ、まあまあそうですね、法定法律的なものが何かあるかもしれませんし、はい、まあ、これは別にガチでコメントされても困るんで、あ、そうです、もうあの緩い感じで、はいはいはい、まあ、エアコンといえばここに何かついてるんですよ、あそこにも吹き出し、はいはい、ただ風あんまり出てる感じしないんですね、換気とかじゃない、換気ですよね、よく考えるんですよ、まあ、僕が話の腰を閉めました、あ、はい、今日なんかえらいスッキリしてます、そうですね、はい、撮影用にちょっと物をどけてみました、あ、物をどけて、はい、あ、撮りましたね、あ、これね、まあ、またいらん話しないそう、ま、だもうほんなやめときましょうか、やめますか、はい、やめときましょう、はいはい、でもあの鍵はほんまにキーレスですか、はい、あのなんていうんですかね、あれね、よくあるやつね、なんかこう持っといたらもう、そう倒すだけで、近くにおらんとエンジンかかれへん し窓、あのドアも開かれへんけど、スマートキーです、はい、こうドアの分のところにボタンついてて、はいはい、その鍵が近くにあったら押したら鍵がかかるやつ、はい、押したら閉まる、ね、どうします、エンジンもスーパーグレートとかでもそれついて絶対ないですか、いや確認です、あ、確認はしてないですか、してないです、あ、新型クオン、スーパーグレートついてるかもかもわかんないですよ、はいはいはい、もうこんなもう最初に言うたトラックメーカーに物申すっていうのは、まあ、はい、もうなしで、はい、なしで、はい、トラック雑談雑談っていう、はい、はい、そうですね、まあでもほんまにこうね、スマートキーにはしてほしいなっていうのは、ね、そうですね、あれは便利です、あれは便利、
プリウスもそうですよ。プリウスもそうですよ。そうですよね。はい、ちょっとパワーガンちゃうんですよ。ちゃうでしょうね。ちゃうでしょう、ね。ちゃうでしょうね。ちゃうでしょうね。はい、今、あれ、上からでしたね。そうです、はい、下からやけど上からみたいな、ね。そう、下からやけど上から言うみたいな。そうですね。はい、目線は下からやけど。目線は下からやけど、はい、上から上から言うね。あの、だって9年前ぐらいのプリウスでもついてるんやからね。そうですね。そうですね。はい。じゃあまあ、とりあえず。とりあえず、はい。最初はでかい靴叩きましたけど、はい、はい、すみませんでした。すみませんでした。はい、はい、まあ、そういうことで、そういうことで、はい、はい、ありがとうございます。はい、はい。